サッカーオーストラリア代表、サッカーオーストラリア代表、オーストラリアン、ナショナルフットボールチームは、オーストラリアサッカー連盟により組織される、オーストラリアのサッカーのナショナルチームである。公式ニックネームは、サッカルーズで、サッカーとカンガルーの合成語から取ったもの。なお、現在は、カンタス航空がスポンサーとなっている。オーストラリア代表は、1922年に、 ニュージーランド代表と初めての国際試合を行い、結果は2敗1分であった。この時から25年間オーストラリアは、ニュージーランド、南アフリカ、中国などと親善試合を幾度となく行っていた。FIFA ワールドカップには1966年大会から予選に参加し、一時予選で北朝鮮代表に敗れた。1974年大会のアジア。 オセアニア地区最終予選では、韓国と再試合までも連れ込んだ戦いを制して、初出場を果たす。本大会は2敗1分で一次リーグで敗退した。1974年にアジアサッカー連盟から除名されたイスラエルが1980年代より、オセアニアの暫定メンバーになったことにより、1986年、メキシコ大会予選より、オセアニア地区予選に加わることとった。 このため FIFA はアジアとアフリカのアラブ諸国との対戦を避けるため、オセアニア地区を従来のアジア地区とアフリカ地区と全く切り離して予選を組むように配慮した。1986年大会予選はオセアニア地区予選1位となったが、ヨーロッパ地区予選からプレイオフに出場したスコットランドに敗退した。 1994年大会予選でも、オセアニア地区勝者となり、北、中米カリブ海地区予選2位のカナダに勝利したが、その次のアルゼンチンに敗れ、本大会出場はならなかった。1998年大会は、大陸間プレーオフではイランに2引き分けで、アウェーゴールルールにより敗退。2002年大会予選では、ウルグアイとのプレーオフに1勝1敗ながら、 特殊点差により破れた。なお、2002年大会予選のアメリカ領サモア戦に31-0で勝利し、国際試合における最多得点を記録したオーストラリア31-0アメリカ領サモアを参照。2003年から政府の後押しを受けたオーストラリアサッカー連盟は様々な改革に着手した、詳細はオーストラリアサッカー連盟の オーストラリアサッカー革命の功を参照。FIFA コンフェデレーションズカップに戦後2 0 0 5でグループリーグ A 組を勝ち点0の再開で終えた2005年にフース・ヒディンクが監督に就任した。当時の予選はセントラル方式、集中開催方式で行われていた。二次予選での上位2カ国が2005年9月3日及び6日の最終予選を戦い、 その勝者が2005年11月12日と11月16日の南米5位との大陸プレイオフ2試合を戦うというものだった。ヒディンク監督昇平時点で残る試合は最終予選2試合と南米5位との大陸間プレイオフ2試合だった。期間に余裕があることを逆手に取り PSV との契約中で難色を示したヒディンクに PSV 監督と兼務で構わないと説得した。 また、オーストラリア代表選手の主力の多くが、欧州でプレーしていたことプラスに働いた PSV 監督をしながら視察できるため、ヒディンク監督は PSV 監督を兼務したまま、2005年7月にオーストラリア代表監督に就任。9月の最終予選に勝利して、南米予選モイのウルグアイと大陸間プレーオフで対戦。月日第戦アウェーでは、 敗れ、ホームでの第2戦に臨んだ。この際、同国のフラッグキャリア、その国を代表する航空会社であるカンタス航空が協力し特別なチャーター機を手配した。35人の代表選手団に対し220人乗りのジャンボ機を用意し、帰国の準備ができ次第すぐに離陸した。負傷者の負担を減らすため、低い高度で飛び、実際に早く適応できるような工夫をした。 機内には疲労を取り除くためにマッサージ台の設置、特別な食事メニュー、酸素ボンベの供給などあらゆるものが準備されていた。対してウルグアイは直行のチャーター機を用意できず、二度の乗り継ぎを余儀なくされ疲労困憊で第二戦に臨むハメに行った。ホームでの第二戦を1から0で勝利し、2試合の勝敗、得点ともに同じとなったため PK 戦に突入して、 4から2で制止32年ぶりの本大会出場を決めた。2006年六 w 杯本大会ではグループリーグ初戦の日本戦で W 杯初勝利を挙げグループリーグも1勝1敗1分の2位で突破した。決勝トーナメントは1回戦でイタリアと対戦して敗れたが32年ぶりの出場でベスト16入りと大躍進を見せた。 オーストラリア代表の属するオセアニア地区は長年ワールドカップ予選において地区予選後にヨーロッパや南アメリカまたはアジアと大陸間プレイオフを行うことで本大会への出場権が決定れていたいずれも各地区予選で惜しくも漏れ敗者復活にかける競合国と対戦することが多くオーストラリアサッカー連盟はアジアサッカー連盟への加入を求めていたが この訴えは国際サッカー連盟により拒否されてきた。AFC への転籍にはオセアニアサッカー連盟、OFC と AFC 双方の了解が必要だったが、オーストラリアサッカー連盟は政府の後押しを受け、念入りにロビー活動を展開した。2005年3月23日に AFC 執行委員会は全会一致で、 オーストラリアサッカー連盟の AFC 入会を承認した。AFC 会長、当時のモハメド・ビンハマムは、オーストラリア参加による経済的な利益を考慮たことを説明している。OFC は4月17日に、オーストラリアサッカー連盟の OFC 大会を承認した。FIFA フフはこれを受けて2006年1月1日の時点を、もって AFC へ。 オーストラリアサッカー連盟が入会すると表した。ただし、オーストラリアはすでに2005年に OFC 代表として2006年度 w 杯の出場権を獲得していたため、2006年度 w 杯へは OFC 代表として出場した。また、オーストラリアサッカー連盟は、フットボールフェデレーションオーストラリアへ改名した。2006年2月、 AFC 加盟5発の国際試合は AFC アジアカップ2007の予選のアウェーでのバーレーン戦2月22日であった主力の海外組が不在監督のヒディンクも監督を兼任していた PSV ーフェンで指揮を取っていたため不在であったが3から1で勝利を収めたまた同予選を勝ち抜いて AFC アジアカップの初出場も決めたなお同大会は 決勝トーナメント1回戦で日本に PK 戦で敗れた。戦術の通り2006年6月9日から7月9日にかけて開催された2006年 6W 杯ではベスト16に入った。AFC 加盟5発の FIFA ワールドカップ地域予選の試合は2008年2月6日にホームで行われた 2010FIFA ワールドカップアジア予選3時。 予選グループ一大一戦対カタール戦であり、3から0で勝利した。その後、最終予選へ進出して、全8戦中2009年6月6日の第6戦で2大会連続の本大会出場を決めた、6勝2分。2010年大会は、得失点差でガーナに及ばずグループリーグ3位となり、2大会連続のグループリーグ突破はならなかった。 AFC アジアカップ2011はグループリーグを首位で通過。決勝トーナメントは決勝で日本に延長戦で敗れ、準優勝となった。2014FIFA ワールドカップはグループリーグ参戦参敗の再開で決勝トーナメント進出はならなかった。自国開催の AFC アジアカップ2015ではグループリーグでオマーン、クウェートに連勝し、韓国には 敗れたものの2位で決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメントでは準々決勝で中国、準決勝で UAE を撃破すると決勝ではグループリーグで敗れた韓国を延長戦の末に破って初優勝を果たした。FIFA コンフェデレーションズカップ2017-2005年大会以来12年ぶり AFC 代表としては初めての出場を果たすも 初戦のドイツ戦に敗れ、残る2試合で引き分けたため2分1敗の3位に終わった。2018FIFA ワールドカップは、アジア3次予選で、グループ最下位だったタイに、アウェーデニの2で引き分けるなど苦戦を強いられ3次予選での敗戦は日本に敗れた1敗のみであった。サウジアラビアに、得失点差で及ばず、グループ B で3位となり、グループ A3 位のシリアとの4次予選に回ることになった。 四次予選ではアウェーで1から1で引き分けたが、ホームでも1から1の引き分けとなったために延長戦となり、延長を後半に、ティム・ケイヒルが決勝点を挙げて勝利した。なお、ケイヒルはこの試合同点ゴールも挙げている。その後の大陸間プレーオフでは、北、中米カリブ海5次、予選4位のホンジュラスに、アウェーで0の0だったが、ホームでは、 ミルジェ・ディナクが PK2 発を含むハットトリックで3から1と勝利し、合計スコアも3から1で4大会連続の本大会出場を決めた。本大会ではグループ C に入り、初戦のフランス戦に1の2で敗れた後、2戦目のデンマーク戦に1の1と引き分け、最終戦まで決勝トーナメント進出の可能性は残っていたが3戦目のペルー戦に0の2で敗れ、 グループ再開に終わるとともに2大会連続の未勝利に終わった。オーストラリアは世界中からの移民により発展してきた国家である。移民出身、またはその子孫は祖先の出身国におけるサッカー代表チームへも参加が認められており、多くの選手が他国ナショナルチームへ流出した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。